グロービスえー皆さん、ようこそ G1 カレッジにいいですねその学生の皆さんがグロービスホールを選挙するのは年に1回この G1 カレッジのみですこの G1 カレッジは G1 サミットの感動を皆さんに提供するために始まりました多くの学び多くの仲間そして皆さん自身のビジョンを描くと いうことを助けるためにこの G ワンカレッジが開催されています。今回で三回目となる G ワンカレッジには千人に上る皆さんの応募がありました。七倍の難関を超えて集まってきた人、また去年参加した方でも今回は参加できない人も数多くいます。まさにこう精鋭たちが集まったということでいると思いますが、北は北海道から南は九州沖縄まで百十九の大学の皆さんが来ています。海外ではメルボルンハンガリー トトロントプリンストンコロンビアそういった大学からも海外からも来ていますし一部高校生の方もいらっしゃいます参加資格は25歳未満の基本的に大学院とか、まあ、大学に所属する方が参加しています今回の3回目となる G1 のカレージにおいてはビジョンを統一テーマにしました僕は組織においてはビジョンが最も重要だと考えています 方向感覚を作るビジョンで、まあ、そして理念っていう、まあ、どういった理念を持つかこの2つが僕は組織の中で最も重要だと思っていますがそのビジョンを統一テーマに掲げて最初の全体が会が小泉進次郎さんということ僕はいろんな方のスピーチを聞いてますが小泉進次郎さんが最もスピーチがうまいあ当然細野豪将さんもいらっしゃいますがその小泉進次郎さんが語る ビジョンと言葉ということに大変興味を持っていますが、小泉さんよろしくお願いします。その後、第2部全体会においては、ビジョンと言葉の後には、ビジョンと行動というテーマをもとにですね、パネルディスカッションですが、品川女子学院の漆校長と、それから細野講志元大臣、その間にワークスの牧野さんと新手順さんという素晴らしい方々が、各界を代表する方々がパネルを行いますが、その後は第3部は、ビジョンと企業ということで、ウィルグループさん。 そして花丸学習会さん、リクルートさんのスポンサーの皆さんに今回はプレゼンをしていただくと、ビジョンと企業です今回です、ね、スポンサーいただいたさらに性能さんと、それからワークさんには大変感謝を申し上げたいと思っていますが、皆さんが5000円の会費で、旅費も補助ができて、まあ、食費もついてくると、まあ、食事もついてくるわけですが、まあ、プログラムもできるとで、こういったことができるのはすべてが皆さんの,そのスポンサーのおかげということで感謝を申し上げます。 でその上で、その後には何を行うかというと、文化会かが4つに分かれます。でそしてランチを経て、今度はワークショップがあります。でワークショップにおいては、ビジョンと戦略というテーマで議論をしていくということになります。でビジョンと戦略の際にですね、皆さん、そらく読んでらっしゃると思いますが、100の行動。 まあ、総理も100の行動ということをその、まあ、あの動画の中で話されていますが100の行動皆さん読んでらっしゃると思いますがこれは G1 サミットのメンバーが議論してきた内容をまとめたものですつまり G1 サミットが考える日本のビジョンということで、えー、これをまとめました、まあ、細野さんあるいは小泉さんも読んでらっしゃいますがでこういったことを通して僕らのコミットメントとして、まあ、チェックリストをつ作ってですねこれどんどん一個一個それをすべて実現していくんだということをやってますが、まあ、3階にも売っていますのでもしも買ってらっしゃらない方でいらっしゃったら3階にも売っています。<laughs> 考て買っていただけたらと思いますが、それを元にしてビジョンの戦略を描いていただいて、さらにはその後に全体会で発表という形になりますで、その後懇親会です。で、今回ですね。このビジョンと戦略というワークショップを行いますが、既に去年。 一つの実績がありますでそれは、非選挙権の引き下げということ、年齢の引き下げということを去年です、ね、政治のワークショップから提案が出て、えー、細野さん、そして平さんがご参加のもと、全部の超党派の議員が集まって、すでにそれは公約に入っていて、その記者会見もすべて G1、カレに参加した学生が仕切っています。そういった実績があります。なぜ、その、ね、非選挙権、ね、その引き下げを提案したかというと、単純です。 それはここに来てらっしゃる方25歳未満ですが、各界で活躍してるんですね、既に起業家もいたりとか、あるいはそのあの女優とか俳優とか、あるいはスポーツ選手とかいらっしゃるわけですが、政治だけが25歳未満にはいらっしゃらないということで、それはおかしいじゃないかということで引き下げていこうということで提案して、もうすでに法案が出てるということでございますが、G1 カレッジがまさに日本を動かしたという実績でございます。そういいったカレッジにおいては今回運営委員会の 皆さん、手を挙げていただいていいですか学生運営チームの方々のお手伝いをいただいて、でさらには G1 サミットの G1 カレッジボードの皆さんもお手伝いいただいていると、そういった方々のご協力によって今回できたことを感謝を申し上げてです、ね、皆さんは今日1一日、多くの仲間に出会って、多くの学びを得てです、ね、そして皆さんの将来のビジョンを描く一日としていただけたらと思っています。 あとは時間厳守ですので僕の時間が来ましたのでもうすぐ終わりにしますが時間厳守で始まりますので皆さん是非ともしっかりとですね遅れることないように来ていただけたらと思いますがよろしくお願いします。ということで皆さん今日一日思いっきり楽しんでださい。